まそんなボストンに、ええ、今どれぐらいですか、ボストン住んで。今14年半ぐらいですね。めっちゃ長いじゃないですか。ええ。もう、皆さんこんにちは、ボストンの佐藤陽平です。それでは本日は、川上明則さんをお招きしてのインタビューとなります。川上さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。川上さんは MGH、 マサチューセッツ、ジェネラルホスピタルですよね。日本語だとマサチューセッツ総合病院の、インストラクターという、あのかなり固いね、そうですね、立場でやられてますよね。でもちろんあの実績ある、ね、方ですから、あの永住権ホルダーということでね、アメリカ人にね、はい、しっかり紛れ込んで、あの日々アメリカのために研究されてると。まあ世界のため、世界のためですけどね、はい、もちろんそうですけど。で、あのアメリカ来る前は、あの日本では何されてたんですか。はい、日本ではそうですね、来るちょっと前までは皮膚科医として。あ、なるほど。だから臨床されてたんですよね。そうですね、いわゆるその川上先生と言われて。そうですね、病院ではそうですね。あのどちらでやってたとか言えるんですか。はい、札幌医科大学っていう。なるほど、札幌にある。なるほど、はい、大体ボストンと北海道は横だと同じぐらいの位置ですもんね、地球儀上では。そうですね、寒さは全然気にならない、はい、そうですね。そんなボストンに、今どれぐらいですか、ボストン住んで。今14年半ぐらいですね。めっちゃ長いじゃないですか。めっちゃ長いですね。そうですね。そんなでしょ、僕もうちょっと短いのかと思ってましたけど、かなりいいじゃないですか。あの基本的にその川上さん、あの、まあ、いわゆる、まあ、研究者とお呼びしていいのかちょっと分かんないですけど、まあ、研究者、ね、研究されてる方だと思うんですけど、このね今日もね着ていただいてるんですけど、この洋服がねちょっとあの見せカメラに見せてもらって、あ、これですか。はい、取り急ぎ。なんかこう取り急ぎってこう漢字でね、あのひらがな混じって書いてありますけど、これね、あのプロデュースされてる、まあ、まあプロデュースっていう方が合ってるかもしれないですね。そうですね、プロデュースして、はい、まあこういうお洋服なんかも作ってるって言ったら変ですけど、まあ商品化されてますよね。そうです ね、それは日本とアメリカですか。まあどちらでも、でも商品化って言ってもほぼ手売りで僕からしか買えない状態です。もうすごい限定品という。そうですね。なるほど、はい、限定品でこの取り急ぎグッズもね、はい、なんかあの手に入ったりして、だからボストンでね大体取り急ぎっていうのを着てる人は、あの川上さん一派ってことですよね。まあ僕からね直接買ってもらったんで、はいはい、まあそんななんかこう変人ね的なね、はい、あのトークが満載な川上さんなんですけど、はい、その皮膚科をね北海道で、まあ、札幌医科大でやられてて、ボストンに来たきっかけっていうのは何だったんですか。ボストンはまあ子供の頃から英語が好きで、まあそんな影響で洋楽とか洋画とか見たり聞いたりしてて、いつかアメリカ行きたいなと思ってて、で皮膚科医としてあの臨床しながら、まあ医者が海外に行く時って研究で留学することが多いんです。いわゆる臨床が医師免許は違うからですよね。そうすると、はい、でその中で、まあ、臨床ね日々されてて、でアメリカに来ると、まあ、研究ばっかり、まあ、研究ばっかりって言い方があってるのか分かんないですけど、まあ、研究に集中されるわけじゃないですか。かなり待遇だったり生活スタイルが変わってくると思うんですけど、はい、そこってやっぱ想像できました。そうですね、来る直前まで大学院で、まあ、臨床もちょっとしながら研究結構やってたので、まあ、その分臨床がなくなるだけかなと思ってたんですけど、でも研究だけに専念してみると結構ストレスみたいなのが。何がストレスですか。まあ、研究と臨床違うんだ。臨床だと毎日、皮膚科だと外来で患者さん見ること多いんですけど、まあ多い時に100人とか患者さん見て、そのほとんどの人が症状良くなると、まあある意味結果、まあそうあるべきですけど、患者さんに感謝されたりとか、まあ症状良くなって良かったなみたいな達成感みたいなのあるんですけど、研究って結果がね予想通りにいかなかったりとか、そもそも仮説立てて実験するんですけど、それが正しいのか間違ってるのかっていうことすら分からないこととかもあったりとかして、一日中とか数日かけてやったのに何なのかまだ分からないみたいなのがあったりすると結構ストレスになったりします、ね、結構それって想像を超えてました。やっぱりやってみて、まあ、こっち来る前は日本にいる時はもっと実験したいなと思ってたけど、まあ、臨床出張行ったりとか患者さんの病棟を見たりとかしなきゃならなかったんで、もっと研究宣伝したいなとは思ってたんですけれども、
こっち来て改めてずっと実験できる環境にあると、むしろそういう先ほど言ったような結果がわからないとかいうのが続くと、もしかしたら日本にいた時たまに患者さんとか見てた方が気休めみたいになってたんじゃないかなっていうのを感じますね。まあそのね、あの気休めがなくなって、まあ想像を絶するような、まあ、生活スタイルがね、あの始まったんですけども、もうでもすっかり14、5年経ってるわけじゃないですか、それともこのボストンにまだいるっていうか、まあ、研究続けてる理由って何かあるんですか？どうなんですか、まあ、研究って、まあ、テーマによりけりなんですけど、何年も時間かかることもあるんです。で、僕今取り組んでるのはもう本当に5年以上取り組んでるのかな。で、せっかくなのでその研究テーマがまとまるまではこっちでやりたいなっていう気持ちが大きいですね。その研究者の中で、あの研究ね、今おっしゃってましたけど5年とかね、まあ多分まあ10年とかさらなのかもしれないんですけど、まとまる前に契約が終わったりだとか、例えば部署移動だったりとか病院移動っていうのよくある話なんですか？ありますね。あ、その時って途中で辞めちゃうわけじゃないですか、それでご自身の研究っていうのはその残った人のものになっちゃうんですか？それはいろいろ、まあ、所属してる研究室の主催者の意向によりけりですね。結構だからじゃあ派閥なんかすごそうですね。そうするとまあそういうところも研究室の中によって、まあ、例えばハーバードとか MIT とかありますけども、その大学とか研究所の中というよりかは研究室単位で結構カルチャーが違うんですよね。あの日本のねテレビドラマでよくあの医局をね、あの題材にされたドラマたくさん流行って、まあ高視聴率でしたけど、あのなんかこう先生がね会診するときなんか皆さんぞろぞろ歩いたりして、そういうのってアメリカはあるんですか？どうなんですかね。僕臨床の現場は見たことないんですけれども、まあそういう雰囲気は日本に比べてそういう縦社会とかっていうのは比較的どの分野も薄い感じはあると思うんですけども、アメリカもやっぱり臨床とか、まあ病院とかあと軍隊とかも多分そうだと思います。そういうところは日本と同じように規律っていうか上下関係とかが結構大きいと思います。あの研究をね、あのさっきあのずっと研究答えがないっていうふうにね、言ってましたけども、基本的にじゃあ毎日家出て研究室行って、これ何か分かんないですけどマウスかなんか見て、で家帰ってっていうほぼこの連続なんですか？そうですね、研究者はほぼそういう生活を送っている人が多いと思います。あの申し訳ないんですけど、先ほどね答えが出るまで5年って言うじゃないですか、でその過程がね途中途中で出るのも、それって多分数年単位の話だと思うんですよ、で例えば今日行って明日出てる可能性ももちろんありますけど、ない可能性の方が高そうじゃないですか、でもある可能性が 1% でもあるから毎日研究所に行くって感じなんですか？まあ研究テーマも、まあ、人によりけり研究室によりけりだと思いますけど、いくつかの実験を並行してやることもあるし、まあ、最終的なゴールがあるとして、陽平さん今言ったようにそのそれまでのステップステップみたいな結果もあるので、だからもう最終の結果が出るまで何が分からないっていうわけで、それまでの過程でここまでは分かったみたいなのがあるので、あのそうするともしかして家から一歩出て研究所行って、で研究、まあ、されてますよね、朝から夕方ぐらいまでされて、家帰るまでに言葉一旦発しない日もあったりするんですか？そういうこともあるかもしれません。特に週末とかもね、あの実験する人とかもいると思うんですけど、そういう時に誰も周りに人いなければ、まあ独り言話してる人もね中にはいるかもしれないですけど、あれよく話すんですか？他の人のあの会ったら、おそっちのマウスどうみたいな感じで話したりするんですか？まあ軽く挨拶がてら話したりとかしますね。結構どうなんですか、仲いいんですか？うちのラボは結構仲いい方だと思います。でもそこには多少の派閥みたいなこう実力主義みたいなところもあったりはするんですか？実力主義というよりかはもしかしたらね、陽平さんの業界とか、まあ、他のビジネスとかやってる人とかもあるかもしれませんけど、まあ、気が合う人たちはやっぱりね仲良くしてるみたいなところはありますね。あの基本的に、まあ一番偉いこうボスっていうんですか、ラボのボスいらっしゃいますよね、でボスの下には誰がいるんですか？副部長みたいな人いるんですか？日本だと、まあ、教授、准教授、講師とかありますけど、アメリカはボスプラスその他みたいな感じ。その他の方、まあ、その横一線ですから、ね、横一線みたいな感じです、なんかそのボスに切れられてないあいつみたいな人いたりするんですか？ボスお気に入りの人ももちろんね、専門パーソナリティがマッチするとか、
いい結果をね、どんどん出すとかっていう人は、やっぱりボスも、まあ、でも人間ですからね、それが多少は。そういうのはあります、ね、あのちなみにね、今回あの、ね、永住権をね、取られてますけど、もともとのスタートラインはあの研究者だったわけじゃないですか、川上さんも。で、その、ね、永住権にね、切り替えられたおかげっていうのは、現在のボスですか、そうすると。そうですね、大体、まあ、グリーンカードもいろんな応募の仕方があって、僕の場合だと、ボスというよりかは所属してるマサチューセッツ総合病院のスポンサーを受けられるっていうのがあると、よりグリーンカードも永住権も取りやすくなるっていうのが、それって結局だからボスが、まあ、いわゆる川上さんが必要だっていう風な感じで、そうですね、それをマッチしたってことですよね。そうですね、僕結構やっぱりその研究者からいきなりこう永住権出る方って僕初めてね、ボストンしかいませんけど聞いたんですけど、はい、よくある話なんですか。まあ、ボスによりけりじゃないですかね。まあ、ボスもやっぱりサポートしたいという気持ちがなければっていうのがあるので、僕の周りでもグリーンカードを取ってる人何人かいますけれども、でも人によりけりで、ボスがお金とかも金銭的なサポートしてくれる場合もあるし、お金は自分でっていう人もいますし。なるほど。そしてちょっとね、引き続き今度はね、その川上さんの、そんな川上さんもなんですけれどもね、素顔をね、ちょっと迫ってみたいと思うので、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。